ここで決める! スレッジハンマー。僕の番だな。 私の番です。無竜の駆動負傷者今です。いただき、よーし、逃がさない、ファイヤー、チャンス追撃します。俺の番だな。 るか、前、せ、崩れた、遅い、これで終わりだ。ありがとうクルト、助かったぞ。いえ、それはこちらのセリフです。 新しい地形のテストも含まれていまして。なるほど、ここを通るわけか。女子もいるし入るするか。なんでこんなところを通んなきゃいけないのよ。いや、テストだし。ってああ、まあ暗いから大丈夫さ。 察してんじゃないわよ。お二人とも進んでください。容赦をしない。一旦飛行。行くぞ、突撃時、烈火、逃がさない。 僕の番だな。行きます。それ、前、聞くな、今だ、クルタ、頼んだ、了解です。はっ、 行くぞ。見たか、バンダールの剣。せい、 行きます。行くぞ。そこだ。
ありがとう、クルト。助かったぞ。いえ、それはこちらのセリフです。まだまだこれからだ。各種ステータス。私の番です。それ。させない。俺の番だな。はっ。みんな大丈夫。よいしょ。
だ。追撃します。さてと、ブリューナク起動、照射。そこです。いただけ。ありがとう、アル。お疲れ様。ユーナさんこそお疲れ様です。いつでも行ける。こちらの先生です。引くな。行くぞ。行くわよ。マイ。はっ。よし、これで大丈夫だ。突撃時、烈火。行くぞ。聞くだ。行くわよ。私の番です。やあ。行くぞ。スイッチ。行くぞ。せっ。みんな大丈夫か？みんな準備はいいか？壊せ！スレッジハンマー！行きます。ブリューナク起動、照射。マイ。は、今だ。遅い。行くわよ。は、せ。崩れた。追撃します。とどめ。行くぞ。スイッチ。行くぞ。はっ。今だ。
遅い。行きます。うん、私の番ね。あっせい。無駄です。敵集団を撃破。先に進みましょう。発見しました。
レッジハンマー。逃がさない。ファイヤー。さてと。無流なく起動照射。行くぞ。引く。行くぞ。マイ。はっ。崩れた。遅い。ありがとう、クルト。助かったぞ。いえ。助かったぞ。いえ、それはこちらのセリフです。ようやく一区切りね。
ね。気をつけて。してない。行くわよ。壊せ、スレッジハンマー。行くわよ。影響しすぎ。よし、はっせ。崩れた。追撃します。よし、壊せ、スレッジハンマー。私の番ね。はあ、くらえ。してない。俺の番だな。構えろ、防御陣撤退。マイ、救護します。ありがとう。お返しさん、僕の番だな。はぁ、ありがとう。さてと、行きます。よーし、くらえ。俺の番だな。やっ、感謝します。行きます。行くぞ。僕の番だな。
すみません。行くな。なんとかしなきゃ。こんなところで。はい。行くぞ。突撃時烈火マイ迷宮シス行きま行くわよアークス駆動ところで未熟なすまないみんな体力低下すみませんいくぞ壊せスレッジハンマー俺の番だな迷宮行きますバンダールが溶ける行くわよ構えろ防御陣決死行くわよ逃がさないファイチャンス追撃しますいくぞさてと はっありがとう行くぞはっ助かります救護しますありがとうすまないみんな行きますやあありがとう私の番ねありがとうよし構えろ防御陣決死行くぞは
ありがとう。助かります。ありがとう。行きます。ありがとう。マイ。引く。行くわよ。お返しさん。さてと。僕の番だな。させるか。行くぞ。助かります。よっ。ありがとう。よし。構えろ。防御陣撤退。行くわよ。待って。負けないで。助かります。お返しさん。マイ。行きます。回復します。アルジェルシール。ありがとう。俺の番だな。してない。よし。壊せ。スレッジハンマー。よし。僕の番だな。行くわよ。してない。僕の番だな。さてと。回復します。アルジェルシール。よーし。はっ。崩れた。追撃します。はい。構えろ。防御陣撤退。マイ。はっ。崩れた。遅い。行くぞ。はっ。ありがとう。ありがとう。さてと。壊せ。私の番です。無理なく起動照射。
私の番で。行くぞ。僕の番だな。アークス駆動。はっ。ありがとう。ありがとう。お返しさん。私の番です。ねえ。よし。これで大丈夫だ。よし、掴んだ。よし、やったわ。まだまだこれからだ。各種ステータス。私の番です。それ。僕の番だな。そこだ。
マイ。キクーダ。崩れた。遅い。行くぞ。キクーダ。崩れた。遅い。救護します。ありがとう。負けないで。助かります。お返しさん。よし。そこだ。ここで教訓。任せてくれ。スイッター。行きます。よし。逃がさない。ファイヤー。させるか。ところで、マイ。は。感謝します。行くぞ。構えろ。お。よし。私の番です。うん、今です。いただけ。はい。キクーダ。崩れた。クーダ頼んだ。了解です。タッチ。行くわよ。行くぞ。クーダ。そこだ。付き合い。とどめだ。ありがとうクルタ。助かったぞ。いえ。はっ。せい。はっ。せい。私の番です。回復します。アルジェンヒール。よし。セットガンダー。はっ。チャンス。いくわよ。あれ。了解しました。僕の番だな。行くぞ。せっ。みんな、大丈夫か？さあ！さあ！一気に行くぞ！
な。みんな大丈夫か。大丈夫だ。
行きます。それ今です。ここです、ユナさん。オッケー、そら俺の番だな。はっ、みんな大丈夫か。ありがとう、クルド。助かったぞ。いえ。
ふふ、にぎやかだな。すみません。何、ワコード同士打ち解けて何よりだ。それに共感同士の結束も良きことだろう。どうやら次の演習地はさらに厄介な場所らしいからな。出張ご苦労、ミハイル主任。そして殿下、ようこそおいでくださいました。いえ、突然の訪問申し訳ありませんでした。トールズ士官学院本校所属、セドリック・ライゼ・アルノールです。この度は士官学生としてではなく、皇族アルノール家の人間として状況説明に参上しました。
さん。そうですね。昨年末の北方戦役の殊勲式は不在で申し訳ありませんでした。アルフィンから話を聞いて悔しい思いをしたものです。リンさん、よかったら少し時間をいただけますか。これまでのこと、これからのこと、いろいろ話したいことがあるんです。あの時のことは今もはっきり覚えています。グレンの魔王と一体となり暴走してしまったこと、そして青の鬼神の胸を貫いてしまった時のことも。開演校の協力者とはいえ、二人は力を尽くしてくれました。特にクローさんは命がけであなたの道を切り開き、暴走の結果クローさんはずっと悔やんでいたんです。あの時僕に力があれば、何者にも屈することのない揺るぎない力があれば、
海炎口に利用されず魔王に取り込まれることもなかっただろうにと。殿下。ですが今年僕は改めてトールズに入学しました。真に国家の礎たる人材を育成するため生まれ変わった本校に。これでも首席で合格したんですよ。それは素晴らしいですね。両陛下やオリバルト殿下、アルフィン殿下も鼻が高いでしょう。いえ、まだまだです。もっともっと強くならなければ。僕の弱さのせいで傷つく人をこれ以上出さないためにも。ああ、そうだ、そのためにも僕は。殿下。ですからリンさん、次の特別演習が終わったら本校に移ってもらえませんか。第二分校は悪くない環境ですが、それでも本校の二軍でしかない。今年の本校は前途有望な候補生も多く、設備や教官陣もはるかに充実しています。若き英雄たる灰色の騎士が指導するならどちらがふさわしいか議論するまでもないでしょ。それはできません。え、自分には新たな7組をはじめ分校生全員を指導する役目があります。まだ着任して2ヶ月足らず、放り出すわけにはいきません。ですから申し訳ありません。皇太子の頼みであってもですか。恐れながら陛下の勅命であってもゆえなき、例えばこちらの指導の合間に本校の指導をしに行く、そんな形ならばお引き受けしますが。納得できませんね。で、殿下。クルト、ユーナにアルティナまで。やあクルト、久しぶりだね。え、半年ぶりか。会えて嬉しいよ。でもまさか君が第二分校なんかに入ってしまうなんてね。殿下、本当に殿下なのですよね。結構背が伸びたから驚くのも無理はないか。まあ君の方は君の方で大変だったみたいだからね。長きにわたる皇族守護職からのバンダール家の解任、ショックだったのはわかるが、だからといって本校への入学を辞退することなどなかったんだ。ちょうどいい、君もリーンさんと共に本校に移ってくるといい。そして望み通り僕の護衛を務めながら切磋琢磨してほしい。政府の決定ごとき僕の一存でどうとでもできるからね。ちょっと君、何様のつもり？なんか似た制服を着てるけど関係者なわけ？いや、ユナ。トールズ本校の制服ですね。こちらの方はセドリック・ライゼ・ヘレボニア帝国の皇太子殿下であらせられ。え僕の顔を知らないとは。外国人か俗州民なのかな。クロウサギのお嬢さんも久しぶりだ。君の話はレクター少佐やルーファス卿から聞いているよ。まあリーンさんが本校に移ったら君が移ることも認めてあげよう。はあ、本校に移るって何それ。
返事は後日、改めて聞かせてもらいましょう。いい返事を期待していますよ、リーン・シュバルツァー教官。Thank you.
Thank you.
それじゃあ始めようか。We'll be right back.
面白かったね。それじゃあ始めようか。
がはリーンだね。Thank you.
縛るぞ、教官。まだ。
ばんは、リスナーの皆さん。トリスタ放送が5月14日夜9時をお知らせします。アーベントタイムのお時間ですよ。ライノの花もすっかり散って、お天気の日が続いていますが、新生活に慣れてくるこの時期、憂鬱な気分になることも多いですよね。そんな時、私だったら思い切って週末にパーッと小旅行を計画しちゃいます。大市で有名なケルディックや経済特区ジュライデの買い物機構なんてのが私の一押しですが、やっぱり今注目したいのはあのクロスベル市でしょうか。一時期の情勢不安もありましたが、今はほとんど解消されて、去年は国内旅行の人気ナンバーワンだったとか。大陸最先端の街並みはもちろん、テーマパークミシュラムワンダーランドのマスコットミッシーなんかはもはや知らない人の方が珍しいくらいですね。グッズを見かけることも多くなって、私もつい行く先々で雑貨屋を覗いちゃいます。本場クロスベルの百貨店にはミッシーのアンテナショップもあるんだとか。ぜひとも覗いてみたいですね。さて、続いてはお便りのコーナー。デート在住、ラジオネーム公女殿下マジ天使さん。やっぱりミスティさんはミスティさんだな。僕もよく聞いていたが、軽妙でユーモアのある語り口も、あの途中から魔女だということも忘れて、すっかり聞き入ってしまったよ。視察団と前後することになるが、現地での観察業務が始まったね。お互い忙しいだろうが、なんとか会える時間を作れないか。立場上、政府の情報は伝わらなくてね。なんとなく見当はつくが、まあ憶測はやめておこう。それより皇太子殿下のご成長ぶりはデートでも話題になっているが、君をいきなり引き抜こうというのはさすがに驚きだな。